座ってます。こんにちは。そう、何かを作る。今日は何かを作ります。何でしょうか。何でしょうか。あ、そう、まあご飯ではないです。ちなみにまあ食べ物だけど、こんにちは。私がずっと作ってみたかったものなんですけど、まあてか作ってみたかったもの、そして私が食べたことないものなんですけど、あのまあずっと、そうずっと気になってて、だけどなんか自信がなくて作る、ずっと作れなかったものです。何でしょうか。ちなみに、はあ、正解者に近い人がいた、近い人がいた。こんにちは。なんでしょうか。違う、みたらし団子じゃない。パンでもないです。正解はでーん、いちご飴でした。いちご飴を作ります。今日の鈴木強化計画はいちご飴を作ろう。いいでしょう。ちょっと難易度高いかもしれないんだけど、で作れるかもわからないけど、いつそうだと思った。本当？そう、鈴木強化計画で今日は作りたいと思います。鈴木強化計画も1年ぐらいずっとやってて、1年ぐらい経ったんですけど、そうずっと最近はもうゲームみたいな感じでやってて、そうでもう1年経ったから、そうだからあんまりそのなんか型にはまりすぎなくてもいいかなって思ってやることをね、なんかもうちょっとなんかいろいろ視野を広げてもいいかなって思って、ちょっと今後はなんかこういう感じでいろいろやっていきたいと思います。15日の公演東京から見に行きます。ありがとう。サヤンの生誕祭かな。待ってます。
いや本当にね、できるかわからない、本当に本当にできるかわからないけど、とりあえずやってみる。なんか材料がめちゃ少なくて、いちごと砂糖とお水だけでできるらしくて、とりあえずやるだけやってみます皆さんだからなんか教えて、私に。作ったことある人いますか？いちご飴。そう、お水とそう砂糖だけでできるらしい。こんにちは。作ったことない。とりあえずちょっと今からいちごを洗って洗います。いや本当にちょっとこの配信で本当成功するか分かんない。本当に分かんない。砂糖が焦げてマグマになる。あ、でもね、私ね、一回ちょっと、でもそれで言うとちょっとトラウマっていうかがあって、待って、これ葉っぱを取る。トラウマがあって、一回昔にね、あ、ゴミ、ちょっと待って、昔にキャラメルを作ろうと思って、飴をね溶かしたら、飴じゃない、砂糖とお水だから同じ材料か、飴とを溶かして温めたらキャラメルになるから、キャラメルをそう作ろうと思って一回作ったんです、鍋で。そしたら失敗して、鍋にめちゃめちゃ砂糖の塊がくっついちゃって、もう大変なことになっちゃったの。その鍋はもう取り返しのつかないことになってしまって、もうね、救いようがなくなっちゃったんです、その時に。でもうさようならしたんだけど、ちょっと怖いよね、そうなったら。でもキャラメルは焦がすっていうか茶色くなるところまで行くから、だからちょっと焦げてしまったっていうのもあるので、だから飴はその茶色くなるとこまではいかないから大丈夫かなって思うけど、どうだろう。難しいとは思いますが、何個にしようかな。こんにちは。でもできそうな気がする。一度あることは二度ある。いやでも今まで皆さん私のさあれしたじゃん。もう一個やっとこうかな。あれしたじゃん、
あのショールームイベントの時に綿飴とかかき氷とかオムライスとか作って、綿飴も成功したじゃないですか。成功したって言ったらわかんないけど、あれは成功って言っていいのかわかんないけど、でもできたからちゃんと。意外とうまくいってるんですよ多分。だから大丈夫な気がする。いちごを拭きます。こんにちは。これはしっかり拭いた方がいいらしい。いちごしっかり拭かないと飴が剥がれちゃうって書いてあった。そうなの。いつも意外とちゃんとできてるっていうね、素晴らしいことに。こんにちは。美味しそうないちごね、めっちゃ美味しそう。てかいちご売ってた、いちご売ってないかと思ってたんですけど、いちごなかったらリンゴにしようって思ったんですけど、いちご売ってた。こんにちは。そう、混ぜたらダメって言ってた。そう、リネちゃんに実はアドバイスをもらったんですよ。リネちゃんが作ったことあるって言ってて、いちご飴を以前。結構あの上手にできたって、難しかったけど上手にできたって言ってたから、リネちゃんができたらできるんじゃねっていう。そう思いませんか。私はそう思ったから多分できる。いやでも、いやそう、あのリネちゃん最近あのすごく料理がうまいらしい。リネちゃんによる、と最近とてもうまいらしくて、あのだから私にあの料理食べてほしいって言ってて、リネちゃんの作った料理を、いつか私に料理を作ってくれるらしい。そう、めっちゃ美味しくて上手らしいんです。そうだからそうね、めっちゃレベルアップしたらしいです。よし、いちご拭いたよ。そしたらいちごを、私の料理は美味しいけど、何の料理か分かんないっていう料理作るよ、よく。じゃあそしたら、ういしょ、こんにちは。ではこちらに刺していきます。あ、ちなみにこれはこの竹串はりねちゃんにもらいました。うん、おおおお、いい感じいい感じ。2個にしようかな。3つだとちょっと難しそうだから、2個。いい音した。今分かんなかった。ちょっとこれいい音でしたか。
怖い怖い、イチゴが潰れそう。そんなに硬いの？うん、硬いですね、結構。イチゴ潰れる。あ、ちょっと違う音難しい、これどうやってやるのこれ。え、待って、ここで手こずると思わなかった。どうしようどうしよう、これイチゴが。あ、来た、よし。あ、結構イチゴがなんかやばい、イチゴやられてる。これちょっと3個目にしよう。すごいギシギシ言っちゃってる。イチゴとは思えない音。あ、今いい感じだった。よし、じゃあこれは一番最後にして、予備、これ予備にしよう。予備軍、イチゴ予備軍。これもうちょっとさ、下に下げないと。あよしよし、うん、いちごの形。とりあえず、じゃあこれをが終わったら、よし、 OK。 砂糖、あ、そう、砂糖の測るやつがなくて、どうしようかな。綺麗な形、砂糖を、砂糖 80g。 焼き鳥屋の大変さわかる。確かに焼き鳥ってさ、もう串に刺さってるなんか だけっていうか、普通に串に刺さってるやつを何気なく食べてるけど、串に刺すのもめちゃめちゃ大変な仕事なんだって今思った。これでしかもさ、焼き鳥って鶏肉とか種類がそれだけじゃないじゃん。鶏だけじゃない。ねえ皆さん、 80g ってどれぐらい、大さじ何杯ですか、砂糖。誰か教えてほしい。砂糖 80g は大さじ何杯？大さじ1杯は何 g ですか？砂糖。ないのよ。あーあー、大さじ1、 15、 9、 大さじ1で、あ、これが、9g ってことか。え？嘘。大さじ1で 9g？ 80g って相当じゃない？大さじ9ぐらい？え？大さじ9ぐらい？ 10。
適当にしたらさ、だって間違えちゃうかもしれないじゃん。私今日初めて作るからさ、失敗したくないもんだって。でもなんかレシピ で調べたら、多分この比率が一番少なかったから、大さじ9でいいと思う。分かった、じゃあ大さじ9にしよう。大さじ9。うわー、じゃあフライパンに大さじ9入れますね。え、だいたい9ぐらい、まあ8、大さじ8ちょいぐらい、大さじ8ちょいぐらい入れますね。1、皆さん覚えといてほしい。私ちょっとさ、分かんなくなるんだよねこれ。2、はい、2、3、あ待って、この大さじのまま砂糖入ってるから分かる。これで今 3つある丸が。3、これ大さじだよ、大さじだから、これに砂糖を入れたら 9g ってことだよね。この大さじの 15ml の大さじに砂糖を入れたら大さじ1、 9g ってことだよね。え、違うの、え合ってるよね。なんかさ、紛らわしいこと言わないで。え、違うの、合ってるよね。いや、これは大さじだよ、これ大さじ、これは大さじです。え、どっちどっちどっち、合ってる、合ってるって。待って、1、2、3、4、今5いってる、合ってるって。もう1、2、3、4、5、6、そう、これ大さじだよ、怖いよね。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、8となんかちょっと9ちょいぐらいでいいかな、9、こんぐらい。うわ、すごいすごい砂糖の量がこんな。まあでもお菓子って大体こんぐらいだよね、砂糖大体こんぐらいな気がする、大体砂糖入れる量。まあこれをお水に溶かすので大体そんなもんだよね。はかりで重さ測ったら、だってはかりがないんです、私のお家に。残念ながらないんです。じゃあ
水を 20cc、 水をこの中に 20cc 入れます。ちょっと待って、一回ちょっとあげよう。移動します。計量カップあるのって、あるよ。20cc。20cc ってめっちゃちょっとじゃない？本当に大丈夫？本当にこれで砂糖が溶けるの？大丈夫なの？本当に大丈夫なのかな？こんだけ、本当にこんだけ、本当に？見て見て、この砂糖の量に対してこんだけそんなもんか。じゃあ水投入、かまへん、じゃあ入れます。こんなちょっとなの？そんなことある？じゃあこれを、あ、でもだんだんじわじわ溶けてきてる。これをなんか混ぜるらしい。それは変だと思う。ねえ、変って言わないでよ。だってこれ、この通りにやってるんだよ。待って、これ大丈夫かな。もうちょっと水入れた方がいいのかな。わかんない、いけそう。わかんない、なんか硬いです、とっても。やだー、もう失敗もう失敗。大さじ1と3分の、まあそんぐらいか。20、もう失敗かな、これ。どうしたらいい？どうしたらいい？これ平らにしないといけないので、平らにします。平らにならないんだ。でもこれ正解なのかな。砂糖が溶けたらいい感じになるよ。本当？ちょっと水足そうかな。ちょっとだけ、ちょっとだけ足します。ちょっと、ほんとちょっと、ちょっと、はい。これを平らにして、これでいけるかな。これじゃあちょっと温めてみますわ。ちょっとやばそうだったら火止めよう。さすがに。いくよ。じゃあ火つけます。怖っ怖っ。いける？これ本当に弱火？弱火。オッケー。マグマ開始。マグマじゃない。これでちょっと時間を
置くらしいんで、グツグツなってとろみがつき出したら箸の先につけてみて、飴になっていたら OK。 だから飴になった、あ、でもすごいなんか広がっていい感じになってきた。で、ここからは触っちゃダメなんだよね、混ぜちゃダメなんだよね。箸の先につけてみて飴になってたら、なんかすごいグツグツになって、箸の先でこうチョン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 ってやって飴になってたら止めて、すぐにいちごをつけるっていう。あー、もういけるんじゃない、これ、ここもういけるよ。今とっても希望に満ち溢れている。だってなんかいい感じになってきた、結構。いや、ここからグツグツなるまでちょっとお待ちください。フライパンとも分かる、やだー、私絶対やだ。このフライパンもずっと使ってて、あ、すごいすごい、なんかふつふつなってきた。このフライパンずっと使ってて本当に大好きなんです。だから無理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 、捨てることになってしまったらもう私フライパン使いたくない、新しいの買いたくない。絶対に混ぜないでください。わかりました、絶対に混ぜません。あ、なんかもうブスブス、え、大丈夫これ、もうちょっと予約した方がいいかな。怖いよー、もうなんかな、え、早くない？10分じゃないの？え、待って、これ強いの？火強いのかな？もうなってる、もうなってる、いやどうしようどうしよう、なってきた。待って、火強い？めっちゃ弱くしてる。ふつふつなってからもう時間経ちますか？あ、でもまだ飴になってないから、まだちょっと違う。ふつふつなって、ん？まだだ、まだだ、え？飴になってるかもしれない。どうするべきなんだろう。パニック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 。待って、どうしようどうしよう、これもうさ止めた方がいい、止めた方がいいの、これわかんないんだけど。でもまだ茶色くなってないから大丈夫か。もうちょっといけるか、わかんない。みんなに状況を見せたいけど、なんかフライパン上げていいのかわかんない。かといってちょっとここを映すのはちょっとあんまりよろしくない、ここのキッチンを。まだ大丈夫？ずっとグツグツなってるけど、まだ大丈夫なの？わかんない、誰か助けて。私はこのままフライパンを犠牲にしたくない。ちょっとこうやって飴になったら、あ、でも固まってるかもしれない、あ、もういいかもしれない。ちょっと一瞬見せる、まだ？ずっとグツグツなってるけどまだですか？一瞬見せるよ、せーの。
とこんな感じ。誰かいちご職人いちご飴職人の方教えてほしい。もういい？ずっとこんな状態なの。これで火止めたらサラサラになるかな。まだ？温め続ける？もうさ、皆さんが言ってることが違いすぎて分かんない。どれが正解なんだろう。じゃあもう10分とかとこだから、もうちょっと待ってみよう。だってまだ茶色くなってないから、まだ温めてっていう、それはサインなんだと思う。まだ温められるよっていうサインだよね、きっと。違う？あ、すごい、でも固まってる、さっきの。もういいのかな。これどうなの、ね、もうわかんないな。パティシエさんいますか？パティシエさんいますか？パティシエさん、あの現パティシエさんじゃなくても、あの元パティシエさんとかもしいますか？あ、めっちゃなんかめっちゃすごいことになってきた。もういいんじゃない、これは。あ、良さそう良さそう。今じゃない、これ今なんじゃない。もういいかも、もういいかもしれない、ね、いつまでしたらいいかわかんない、これ。もういいのかな、ね、あ、とろみがつき出したら、とろみ、ついてるけど、わかんない。しようかな、これは火を止めようか迷っている、ずっと。でも同じ感じなんだよね、これ。あ、なんかトロッとなってるかもしれない。もう止めていいかな。火を消して止めていいかな。あわあわなってきたよ。あわあわなってきたらいいですか。あ、いい感じかも、いい感じかも。ちょっとやってみるね。じゃあやってみます、止めます、せーの、止めて、泡が落ち着いたら、もうつけて、試しにちょっと一個やってみますね。グツグツでやる？オッケー。なんか違う、これは、これはちょっと結晶化された可能性があります。結晶化された可能性が高い、これは。待って待って、
ける、まだいけるか。じゃあもうちょっとやろう、もうちょっとやったらいいのかな、もうちょっと温める。もうちょっと温める、もうちょっと温める。一回結晶化されたらもう戻んないのかな。わかんない。悲しい、悲しいだけ。ねえ、このモコモコのさ雨ってもう絶対さダメだよね。ずっとモコモコしてる。早かったのかな。あ、でもなんかすごい固まってる。ねえ、このモコモコの、あ、どうしたらいい。ずっとモコモコ今ずっとそれっぽい。え、そう、それっぽい。めっちゃここはカチカチ、ずっとモコモコしてます。これどうしたらいいですか。もうこのまま温めてキャラメルにしようか。だってもうこれさ固まってるもん。皆さんにじゃあ一瞬見せるね。こんな感じです。ちょっとこのリンゴ飴一個取って、もう一個し、え、もうこれはダメか、これもうダメ、これもうダメ、もうこれ失敗だね。これはもう飴にはならない。しかもちょっと茶色くなってきたから。失敗。ありがとう。ちょっとさ茶色くなってきたんだよね。このままさずっとさフライパンに入れてたらキャラメルになるのかな。今火止めてずっと置いてたらキャラメルになる説ある。これフライパンの上にちょっと置いとこう。さてどうしようどうしよう。焦げる？これでもフライパンくっついちゃうのかな。え、でもわかる？めっちゃめっちゃこれ飴になってる。カリカリの。あ、これくっついちゃうかな。え、待って、これ本当にこれキャラメル作れそう。今見て、これ今こんな感じ。これをずっと温めたらなるよね、絶対。どう思いますか。え、これもうちょっと温めていいかな。もうちょっと温めてみます。もうちょっとだけ。
フライパンにくっつくっていう可能性はありますか？でもフライパンは大丈夫か。鍋とかならベタベタ貼り付いちゃうかもしれないけど、路線変更、今からキャラメルを作ります。これで作れたらすごくない？結果オーライ。テフロン加工なら、そうです、そうです、テフロン加工です。キャラメルって別に混ぜてもいいんだよね。いいんだよね。キャラメル作りに変更。だってすごいいい感じになってきた。キャラメルは混ぜていいですか？どう？混ぜてもいいようだって。じゃあ混ぜた方がいいか。もう今ちょっと固まっちゃってるから、すごい、焦げる前に止めないといけない。私のキャラメル作り失敗のリベンジになっている今。作るつもりじゃなかったんだけど、めっちゃキャラメルの匂いしてきた。いちごキャラメルにしようじゃあ。急にリンゴ飴からさ、見て見て見て、急にさすごい変わっちゃったけど、これ焦げる前に止めた方がいいですよね。でも分かんない、その焦げる手前が分かんない。もう良さそう。もう止めるか。これはいや、もうちょっといけるな。いや、もうちょっといけ、おっしゃ。よし、見て。じゃあこれをいちごにつけます。うわ、いちごが焼けてる音がする。怖い、怖いよ。今家の中すごいキャラメル臭がすごい。見て、もう完全に完全にこれプリンの下のところの匂い。これぐらいまでやったらキャラメルになるんだ。見て皆さん、こちらがキャラメルです。キャラメル。ちょっと見栄えがとっても悪いかもしれないんですけど、こちらがキャラメルで、こっちの一つがいちご飴です、普通の。ね、このうわ、もうプリンだ。家の中プリン、家の中がプリンです。プリン、プリンないはずなのにプリンの家になってる。でこのキャラメルを
後どうしよう、これはもうちょっとさようならですね。これこれ結構いい感じなんじゃない、これどうですか。まだちょっと固まって、キャラメルって固まるのかな。あ、でも固まってる。こっちの方がリンゴ飴みたい。これリンゴ飴だけど、これキャラメルイチゴなんです。これすごい、キャラメルにしたらイチゴ飴作れる。え、どういうこと？キャラメル味のいちご飴ってこと？キャラメル味、ん？キャラメル味のいちご飴？で、日本語合ってる？あ、リンゴ飴じゃなかった、いちご？え、もうちょっとよくわかんない感じになっちゃうな。じゃあちょっとこれは、キャラメルはありがとうございました。やばい、フライパンにくっついたかもしれないです。これこれこれはどうしたらいいんだろう。フライパンにくっついた可能性がある。今水につけたら、あれダメだったかな、やったらフライパンにつけたら冷えたらくっつく。やばいね、私は何、どうしたらよかったんだろう。なってしまった。お湯、今ねフライパンの底にキャラメルシートが敷かれています。もうどうしたらいいか教えて。とりあえずちょっとお湯を出しといて、大丈夫、多分大丈夫。お湯お湯お湯、今すごいすごいお湯を入れてるからきっと大丈夫です。まだまださようならじゃないよ、だってまだわかんないから。じゃあ皆さんちょっとどうしよう、ちょっとこっちこっちのこっちでもちょっと結構怖いな、これもう砂糖がつい、もう砂糖みたいな感じ、これこれ砂糖みたいな感じになっちゃってて、でも飴なんだよね多分、一応飴にはなってるんだけど、ちょっとああ。怖いよ。
いよ。お願い、お願いします、お願いします。フライパン控えて、今のところ剥がれない、お願いします。え、これもう一度あの火にかけたら、フライパンをどうなるかな。でもキャラメルがさ、くっついてるってことはさ、火にかけたらさ、あのもう焦げちゃうっていう可能性がないですか。もうほぼ焦げてる感じのものをまた火にかけるってなると、さらに焦げてもう使い物にならないっていうことになっちゃう可能性があるよね。悲しいことに。そうなったら嫌だな。パシャ。水入れてれば大丈夫。あ、そっか、水入れたらいいのか、はあ、ありがとうございます、教えてくれて。じゃあ後でまた水入れて、結構な水を入れてまた火に入れたらいいのか。ありがとうね、教えてくれて。そうします。とってもとっても助かります。あれ、アプリがないぞ、アプリがないぞ。ちょっと写真撮ろう。でも結構いい感じ、このキャラメルの方は。よし、わー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 。じゃあちょっと食べてみよう。じゃあ食べてみます。こっちの方を食べてみようかな。じゃあどうなの、これキャラメル味なのかな。いただきます。え、
めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいよ。普通の多分これいちご飴だと思う。なんかキャラメルの味しない。これがいちご飴なのかな。え、これは成功だよ多分。金のいちご飴、金のいちご飴って感じ。ほんとに、うん、すごい。なんかセブンイレブンのセブンイレブンの商品みたいな感じになっちゃったけど、金のいちご飴、金のいちご飴です。いや、美味しいです普通に。うん、金の金ブランド売れます。これ金のシリーズ。こんな感じなんだいちご飴って。しかも周りがめっちゃ薄いんです。この飴が、飴のついてる感じが、ガラスみたいな感じでめっちゃ薄いからパリって感じ。あ、でも飴だけ食べたらめっちゃキャラメルの味する。おいしい。あ、薄い方がめっちゃパリパリなってる。すごい、パリって感じ。皆さんにも食べてもらいたい。こっち余ってるよ余ってるよ。キャラメルのこれめっちゃ、ここめっちゃついてる。おいしい。フライパンどうなったって。フライパンは今のところダメですね。もうなんか完全にフライパンにくっついちゃってる全部。あの底面がもう全部張り付いてる。キャラメルで、やったー、大成功大成功。うん、大成功です。でも後でやる、後で水入れて温めよう。でもちょっと分かったかもしれない。私のこれ、あの初めて作る方はキャラメルにした方がいいのかな、もしかしたら。なんかどれぐらいまで飴をさ温めるとか、そのこの泡をどれぐらいまで温めるとかが分かんないからさ、キャラメルまでもう作りきっちゃって、それをなんかやった方がいい気がする。しかもキャラメルの味、そのそんなしない、そんなっていうかしない、いちご飴として食べたら。
だからなんか最初初めて作る方とかはあれした方がいい気がする。キャラメルに しちゃうっていう、なんかその方が分かりやすい。全然ちゃんと固まるから。の気がしますね。しかもこっちはまあちょっと失敗しちゃったからあれだけど、こっちのちゃんとこっちの方がなんか いちご飴っていう感じの色してるよね、キャラメルの方が。そんな感じでグーでした。リンゴ飴もキャラメルにして、こうキャラメルに丸々リンゴをあのぶち込んだらいいのかな。フライパンでキャラメルになったら飴を一つ丸々ぶち込んでくる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 ってやってしたらいいかも。ぜひ。まあでもいい感じじゃなかったですか今日。今日も結果往来な結果になった気がする、うん、ね、いい感じだったよね。ちょっと皆さん感想を聞かせてください。明日にでも、明日マリンメッセでお話し会あるので、明日だよね、明日マリンメッセです。福岡のおしましもできるのでぜひ待ってます。私のマリンメッセの思い出といえば、私は初めてマリンメッセ行ったのが HKT さんの控えめ I love you の全国握手会だったかな。確か4枚目シングルの控えめ I love you の全握の時に初めて私はマリンメッセに行きました。で確かその時めっちゃ寒い時期で、めちゃめちゃ寒い時期で、もう朝早くから並んだんです。そう、ライブがあるから、全役そのライブを前の方で見たくて、朝早くにすごい早くに行って並んで、でめっちゃ寒かった記憶があって、並ぶ時にで、そうめっちゃ寒い中何時間も並んで行った記憶がある。それが私のマリンメッセの初めて行ったのかな。それがそっから、まあ、マリンメッセでの全握とか握手会とか、そう何回かマリンメッセに行ったことがあって、だからね、そんな自分が行ってたマリンメッセに明日自分が行くんだ、その握手っていうかお話し会する側で行くんだって思ったらすごい不思議な感じなんですけど、明日福岡楽しみ。めちゃめちゃ皆さんぜひ会いに来てください。私意外と福岡住んでた歴長いから結構福岡のこと詳しいです。なんか結構会場の中が暑かったイメージで、その冬寒い、ちょっと寒いけど中がめっちゃ暑かったイメージで、まあ、人が多かったからっていうのもあると思うんですけど、善悪だったから、だからなんか調節しやすい服装の方が良さそうな気がする。まあ明日どうかわからないけど、でもなんかすごい暑かったイメージが私あるんだよね。こんにちは。
そう、明日もし来るよって方は、調節できるやつの方が良さそう。そう、私はそうだから結構感慨深いですね、本当に。マリンメッセに自分が行けるのは、明日行くよ、ありがとう、待ってます。明日楽しみましょうね。マリンメッセは、なんかマリンメッセでもちょっと離れてるか、ちょっと天神とかちょっと離れてるから、周りに何かあるかって言われたらちょっと難しいけど、まあそんな遠くはないので、天神は、まあ歩いて行ったら遠いけど、まあ天神とから辺に行かないとって感じかな。あんまりそのマリンメッセ周辺はあんまり詳しくないから、まあでも割と近いよね、割と近いです、天神からは。でも歩いて行ったらちょっと遠いかな。こんにちは。そう、ちょっと離れてるかな。あの福岡は国際センターとかね、国際センターとかはもうちょっと天神から近いので、国際センターは歩いて行ったことあります、天神から。まあでもあんまり変わんないけど、マリンメッセ若干ちょっと向こう側にあるからね。こんにちは。でもマリンメッセってもう一個建物ができたじゃないですか、なんか A 館 B 館みたいな感じで。そう、私それ私が多分そのもう一個の建物ができたのが、多分私が STU に入ってからなのかな、私それができてから行ったことなくって。そう、なんか明日どっちでやるのか分かんないですけど、どっちが A でどっちが B とか、 A か B かてか BA ってあるのか分かんないけど。そう、こんにちは、こんにちは。では皆さん、あの福岡に、そう福岡に来るのが初めての方とかそういたら、まあでもマリンメッセは結構分かりやすいかな、行き方とか。マリンメッセのバスとかあるし。こんにちは。うん、明日は B、 え、新しい方ですか、 B って。新しい方が B、 明日は B なん、 B、 B 館ってところであるの。このまだ九州行ったことないです。ああそうなの、楽しいよ九州。福岡のバス複雑で怖い。確かにめちゃめちゃバス多くて、あのすごく交通量が多いんです、その天神らへん、天神博多とか。結構道路も密着してる感じだから、そうだからあのお母さんが車全然運転できるんですけど、
天神と博多だけは本当にできなくて、そう。でもどうしてもその車で行かないといけないっていう時とか、ナビしないといけないぐらい、そう、私がそのナビしてあげないと無理なぐらい結構怖いって言ってた。めちゃめちゃバスも多いし、そうなの。こんにちは。そう、いや私はね意外とナビできるタイプだったから、そう、いやここで曲がってとか、ここ次のそこで曲がってとか、そう、私は結構博多方面とかは結構行ってたので、結構近い、分かるから、そう、もしなんか分からないこととかあれば、まあそんな詳しいってわけじゃないけど、そうだよ。天神から大名に抜けるとか大変そう。ああそうそう、本当にあの辺結構怖いよね。博多駅の、ああわかる。ヒヤヒヤするもんだって。私ナビできるよ。ナビできるよ。できるよ。遊びに来たよ。ありがとう。いる？これ。いる？作ったんだけどいる？飛行機近すぎて落ちてくるのかと思う。やばいよね飛行機。あれさ、車だいたい横で信号とか止まってるとさ、急にさグーンって音が聞こえてきてさ、えって上見たらめっちゃ近くに飛行機いるみたいな感じ。だからあの空港の近くに住んでる方とかなんかすごいよね。毎回音とか聞こえるのかな飛行機の。こんにちは。いちご飴作り終わったの。終わった。そう、終わって食べたよ。こんにちは。これは実はキャラメル味なんです。キャラメル味のいちご飴になっちゃいました。でも全然美味しいよ。キャラメルの味しない。この前のツアーの大阪飛行機近かった。あ、そうなの。大阪も近いんですか。でももう飛行機とか本当久しく乗ってなくって、乗りたいな。こんにちは。こんにちは。飛行機楽しいよね。飛行機いつから乗ってないんだろう。でも本当 STU に入ってから一回だけ乗ったことあって、それも本当に加入当初だったんで、もうそれ以来乗ってないから4年ぐらい乗ってないかも。今日福岡22度、春の陽気。え、良すぎ良すぎ。明
明日もそうであってほしい。なんかぬるいぐらいでちょうどいい。飛行機苦手なの？楽しいじゃん飛行機。私はとても好きでした。小さい頃はよく乗ってたんです、飛行機。ノーコートで福岡向かってます。ノーコート、何も着てないの上。まあでもどうなんだろう、明日も今日ぐらいの気温であってほしいね。本当に来る皆さんも寒い中来るとさ、なんかね、もうなんかさ、寒い中来るともう体もさ、もう固まってさ、もうさらになんかちょっと緊張してきたみたいな感じになってさ、もうめちゃめちゃ体疲れちゃうからさちょっとはね、暖かいぐらいがいいですよね。こんにちは、こんにちは。じゃあ皆さん、明日は福岡でお待ちしております。では今日は終わります。ありがとう、見てくれて。結構いい感じになってよかったです。そしてギフトもありがとうございます。13位クキツネ37さんありがとうございます。12位ヒルマンさんありがとうございます。11位ギルスさんありがとうございます。10位クニさんありがとうございます。9位ラブリー48さんありがとうございます。8位リカさんありがとうございます。7位ポムさんありがとうございます。6位ナッカーさんありがとうございます。5位マツくんさんありがとうございます。4位田辺さんありがとうございます。3位炎上さんありがとうございます。としきさんありがとうございます。1位はリアスベイさんでした。ありがとう。じゃあ皆さんまた明日会いましょう。フライパン、あ、待って、ちょっと今取れてきてるんじゃない、これは。もしかして剥がれてきてるんじゃない。なん、つけてる水が茶色くなってる。あーでもまだちょっとくっついてる。あーでもなんかちょっと剥がれてきてる気がする。ちょっとこのもう一回新しいお湯にちょっと変えます。では皆さんありがとう、またね、また明日会いましょう。バイバーイ。